はい、というわけで今回やっていくのは、ピューロランド限定のライドマスコット、これがなんと1回900円、なかなかだよね。ガチャガチャにしてはちょっと高いなっていう感じですけども、はい、ラインナップが全部でキティちゃん、シナモロール君、クロミちゃん、マイメロちゃん、メルちゃんと。で乗ってる乗り物がね、3種類はこれ、ジミーマスコットあるから、これ実質だから1個で4体みたいな。お得、お得でしょ。なんならこれさ、マイメロちゃん2体みたいな、すごいね。だからこれあれだよ、メロクロってこと。そう、これ実際ピューロ内にある、乗り物で、これはあれだよ、なんとかライド最初のなんとかライドね、これ、うん、でこれもマイメロちゃんの なんだっけ、マイメロードだっけの乗り物なんで、まあこれを本部まで、まあどんなに沼っても9000円あれば終わるかなと思ってる。俺の中では基本的にその種類の数の2倍の回数で終わるのが、まあ適正かなと思ってるんで、まあ一応9000円で終わればいいな。シナモン君とメルちゃんかな、ね、狙いがね、うん、あとメロクロを揃えるのもありかなと思って、はい、でもまあ比較的には本部までなんで関係ないけどね。はい、狙いを出して安心したいねっていうところです。1回目いきます。はい、1回目はなんとじゃん、黄色いプリン君プリン君だね。もう黄色はね、俺すぐプリン君ってなっちゃうんです。黄色はプリン君なんです。でもね、俺ね、もう分かってきたんだ、はい、黄色ってね、メロちゃんなんですよ。メロちゃん、メロちゃん、あれ、おら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 一瞬白かったからさ下もロロ君かと思った今メロちゃんでかっ。え、待って、ちっちゃいマスコットめっちゃ可愛いんだけど。え、ほらそれ単体なの。うん、ちゃんと自分であれだ、組み立てる、刺すんだ。そういうタイプ。拡張別細かい。はい、ペイペイジャンボもね、3トン当たったってことで、はい、いきますよ、2回目。いや、プリン君の力でさ、ありがとう、ありがとうね、もう後にありがとうって言える結果にしたいじゃない。わかる。2回目いきます。何色だ。ちょっとマジで、ちょっと待って、青ってことはさ、君さ、うん、最初何欲しいって言ってた。ね、シナモン君とね、メルちゃん。いや、君さ、君がこれじゃん、もう下手したら。ありがとう、ありがとう、うん、いや、でもまだ中身を見るまでは。せーの、はい、そう、はい、そうだったか。きたー、かわいすぎやろ、シナモロール君じゃん。てか、君の狙いもう終わったね。終わっちゃった。俺メロクロ揃えてあげたいっつって。じゃあこっから、こっから俺のターンね。あ、そうです、そうです。で、キティちゃんが残ると最後に。あ、うん。なるほどね。締めはやっぱそこだな。ねえ。今のところ被りがないですね。順調。順調ですね。めちゃめちゃ可愛いね。ね。お願いします。お願いします。お願いします。いきます。メロクロ。黄色い。ちょっと待って。黄色い。ってことは、これ、メルちゃん。もう見えてるもん、メルちゃん。かぶっちゃった。こっからやばいよ、閉園時間もちょっと近づいてるんで。そうなんだよ、そうなんだよ、ちょっと巻きで、ね、今撮ってるんで、うん、まあ、やばい。最後まで回してください。はい、最後まで回します。いきます。そうすると、そうすると、最後回すと何色が出るでしょうか。なんかさ、嫌な予感する。いくよ、はい、せーの。あ、もうこの尻尾はねもう決まったね。まるちゃん、メルちゃんみたいな。ウィッシュ、やべえ、3万円達成で出てくる。やば、本当にお願いしますって。いきます。はい、もうね、黄色はね大丈夫。うん、黄色以外でお願い。え、あ、マイメルちゃんだ。あ、マイメルちゃんだ。マイメルちゃんだ。あ、よかった、よかったね。あ、キティちゃんも出たじゃん。もうちょいだよ。すぎ、うん、今4500円使いました。今、うん、4500円使いました。2種類ですけど、まだめぐんない。しょうがない、まだいける。俺頑張れる。頼むよ、もういいよ、もういいよ、これ振りじゃないからね。散々今あのプラグ回収してきたんで。でも動画的には美味しいよ、結構。やめろって、やめろって、いろんな色あるもん。いきます。結構黄色見えるな。見えない。あ、マジで言ってんの。シナモロール君だよね、これね。うん、シナモロール君、うん、そうだね。まあ、ま、2つ目までは大丈夫。うん、うん、まあ、まあ、ペイペイジャンボ3と当たってるから、あ、元気でそうよ、うん、前向きに行こう。行くよな、一旦。ちょっとやっぱメロクロが本当に拝みたい。そうだね、あるんだなっていうのを、うん、お願いします。もう来たでしょ。いるもん。あ、本当だ、本当だ、本当だ。よし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 よ
違う乗り物乗れた。始まった。うわー来たー、クロミちゃん。でほら乗り物もさ、マイメロちゃんだから実質メロクロ揃ったようなもんだよこれ1個で、うんうんうん、素晴らしい。明日に行きます。マイメロちゃんとキティちゃん、うん、この2種類でコンプです。あと2種類頑張れ。リーチまで持っていきたい早い段階でお願いします。おっと待って、赤系来てる。おどっちだこれ、赤いちゃんかな。どっちにしろこれいいよ。うん、初めてだもんね。初めての赤がキティちゃんだと思うね。そんな感じがする。行きましょう。お、白鳥ってことがキティちゃんですね。やったー。よし、あと1個。おーリーチリーチ。あとマイメロちゃん出たら終わります。コンプです。俺言ったじゃん、9000以内でコンプできれば範囲内だ、ね、うんうんうん。それがあと2回です。あと2回で10回到達するんで、俺の想定内はあと2回なんで、まだ大丈夫。2回内にマイメロちゃんが出れば、うん、この勝負俺だ。はい、行きます。本当に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 ピンク、ピンク、もう黄色は、もうね、中身見ない俺。なんかうさ耳が見える気がするよ、ね、なんかね、そう、これで9000。ここで決めろ。ここで決まったらマジで俺の説正しいよ。うん、はい、10回目いきます。ここで決まってほしい。あーおーい、ってことはこれシナモロールくん。はい、シナモロールくんですね。もう開けません。11回目。マジマジかー、めっちゃえ、わかんない。見えない。俺も見えない。いきます。はい。ねえ。これは、だってさ、めっちゃ黄色いもん。多いんだよな。3つある。でもさ、一応、うん、ピンクも、ピンクだよね、多分。ね、あるんだよね。変える。ちょっと、あ、うん、いいと思う。ちょっとね、さすがにこの台ちょっと怖い。うん、黄色まだいっぱいあったもんね。バランスいいとは思えないね。上の方見てもそう、黄色の結構あったんで、意外と流れ変わるかもしれない。そうそれでさ、黄色出てきたら絶望だよね、割とね。まあメロちゃんに罪はない。あ、それは分かってる。そういうことじゃないんだけど。いきます。はい、1回で終わる。もしかして終わんないかな。いきます。はい、ねえ、ちょっと、ねえ、大選び逆にうまい。もうそういうんだよ俺。君今日ほら今日黄色の日だよ。今日そういう日俺、うん、めっちゃ見てるもん。私です。連続はないんです。 あったけどあったね。めちゃめちゃあったけど、行くよ俺は。もう一回同じとこ行くよ。あとペー迫ってるんで。そうやばいっす。はい、じゃあ行きます。何回目かもう忘れてるよね。わかんないもう。ピンクじゃないそれ。ちょっと待って、もっと本当にこれね、もうね、頑張ったよ。はい、というわけでいきます。せーの、はい、せーの。そう、なんかダブルビルバン。あ、メロ来た。よし、終わった。もう何回かかったのか、もうちょっと回数覚えられてなかったんで下に出しとくんで、はい、これだけやりました。はい、というわけでね、頑張ったねと思ってくれた人はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。紹介の方はまた、お近くからやりましょう、うん、一回帰ろう。はい、ぐでたまのご飯食べて帰ろう。はい、というわけで無事コンプできました。ありがとうございました。ピンクのカップデザートとぐでたまのローストビーフ丼の特盛り R。 わー、え、美味しそうじゃん。いただきます。はい、というわけで帰宅してきました。いや、よくやったよ俺たち ね。これは褒めてくれ。よく頑張った。はい、というわけで結果ね、5種類コンプするまでに13回かかりましたと。しかも最後に残ったのがまさかのマーイですよ。マイメロちゃんめっちゃご縁があってすごい出やすかったのに、ここめっちゃ離れてたよ。どうした急に。ツンデレのツンが今ね発動したところですかね。はい、見てください、なんと13回中メルちゃん7個。半分以上メルちゃん、やばくない。こんなことある、こんな偏ることあるね。えやばいよね。いや、だから今回苦戦した原因っていうのは、まあ、ここなんですよ。開封の方していきましょうか。はい、はい、キティちゃんから、開けていきましょう。うちらも乗ったボートライドのね、ガチャガチャのね、なんていうの、フィギュアっていうのかな、めっちゃ楽しみ。はい、あ、キティちゃん、え、めっちゃ細かっ、はい、何このパーツ、え、めっちゃ細かいんだけど、なんか
分ここに刺すんでしょ。うわすげえ。わざわざこうやって分けられてるのすごいね。なんかまとめてもいいと思うんだけど、あれかな、干渉して傷とかねつかないように。結構丁寧ですね、根本はね。はい、うん、刺すをどのバランスで入れるか。まずこの白鳥さんをねここに刺します。これはねもうここに刺すしか答えはないと思うんでね。なるほど。はい、めちゃめちゃ小さいなりにはね、あのクオリティ頑張った感はある、まあ、当然ねちょっと粗い部分はあるんだけどね。はい、というわけでね、バツマルくんとマイメロちゃんとキティちゃん、はい、3つですね。ちゃんとマイメロちゃん肉球ある感じ。それでもなんかさ、肉球下にこぼれてない？マジでちっちゃいの。小指、今小指こんな感じ。いやマジで小指に乗るよこれ多分。これ分かったわ。あー嘘。刺すところこれ形違う。いやなんだよ、こうだ。バツマルくんが左ですね、こっちから見て。はい、そもそも違うと入らないんで。すげえな。というわけで完成しました。正解です。やったーで実際のボートはねなんか3列ぐらいに分けられてるけど、まあさすがにこれは1個仕様になってるね、うん、いやでもすごいよめっちゃ。で下、はい、下はこんな感じですね。ここにさ別のキャラクター乗せれるやん。なんならほらガチャガチャでさ片ずんだったりとかさ、いろんなねこれぐらいのさサイズのさマスコットというかあるじゃん。はい、実際にねうちにあったねマスコットもね一緒に、はい、乗せてみました。こんな感じになりますね。かわいいね、意外とぴったり。だからこうやってねアレンジできるんよね。これ片ずんだね。はい、あギリギリ尻尾が入らない。寝かせるか。そうだね。いやマナー悪っこれ。でこれもうでかすぎだろ。ダメだ。お尻はみ出てるわ。ダメかー。どう乗せるか、こういう感じか。整う風呂ともね。あちょうどいいじゃん。いいじゃん。ねちょ飲み物飲みながらってか風呂上がりやん。こんな感じでいろいろはい乗せることができますと。はい、というわけで全部組み立ててみました。こんな感じです。いや全部揃うとねすごいよく見えませんか、いやーよかった。ボートライドが、シナモンくん、キティちゃん、メルちゃんの3種類、そしてマイメロードに乗ったものが、メロクロという感じになっておりました。はい、でボート自体は3種類ともね、はい、見た目全部一緒です。メロクロのこのマイメロード、これ見て、はい、リボンの色が違うの。リボンの模様も違う。ほら水玉とハートになってるんだね。すごい。実際マイメロードのこの乗り物もこのリボンの色がやっぱ違ってて、で実際乗るときにどれになるか分かんないみたいな、そういう仕様なのかね。ちょっと気になるよね。はい、意外とシンプルだったね。この組み立てもねなくて、細かい組み立てなくて楽だったもんね。このリボンもねついてたんだよね最初からね。うん、だからもう本当にあのマスコットちょんって乗せるだけみたいな、はい、いう感じですね。これもちょっとお口ないんだね、なんかねシンプルな感じでね。でリボンが水色と、はい、こんな感じですね。あくのみちゃんいい表情してるね。はい、ちょっと一周しましょうか。はい、後ろはこんな感じですね。まあ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 普通になんか、うん、クオリティ的にはガチャガチャでほらよくある300円400円ぐらいの、うん、マスコットみたいな感じではありましたね。まゆめろちゃんのさミニマスコット、あの肉球とか言ってたけど、あれね他の組み立てるときに真っ白だったんで、あれただの塗装落ちでしたね。塗装でした。こちらシナモンくんとメルちゃん、こちらを一周していきましょう。はい、シナモンくんめっちゃシンプルだけど、でも後ろの尻尾かわいいね。あメルちゃんの尻尾すごい、なんかわたあめみたいになってる、すごくカラフルだね。へー、メルちゃんのこの肉球の部分見てください、ハートです。やだやだ。ねえかわいい、反応がおばちゃん。はい、というわけでこんな感じでね、あの乗ってる間にさほら写真撮影が途中であるじゃん。ね、そのシーンもねこうやって再現することができますという感じですね。いやいいね、カメラ目線にはないけど。これでみんなでカメラ目線になりましたね。はい、じゃあこのまま動画の方締めますか。はい、はい、というわけで、今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。まあ、自分たちにとってもねいい記念グッズになりました。ワイスチャンネル、サンリオ関連、ショート動画たくさん投稿しておりますので、ぜひ好きな方下からチャンネル登録と高評価、 Twitter フォローで応援の方よろしくお願いいたします。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、じゃあ、あっ。